経年はやってみなさいということで、東京からでの会員さんはご意見になると思いますけれども、まあ大阪で、まあ、いわゆる大阪弁の言葉になりますけどですね、いうことで、まあ、佐治敬三ということで、まあ、どなたもご存知だと思いますけれども、サントリーの、まあ、2代目の社長ということなんですけれども、まあ、この佐治敬三がですね、まあ、ビールの事業をやり始めたわけなんですね。これが42年間ですね、ずっと赤字事業だ。それでもやめずにですね、どんどんビール事業に投資してですね、それで、結局まあ他の、まあ、今は具体的に言うと食品事業なんですけども、まあ、それがサントリーの核事業ということで、まあ、大体半分近くの売り上げと利益を得るようになっているわけなんですけどもね、まあ、いうことでこのビール事業というのがですね、それが将来の中核事業というよりも赤字だけどもずっと続けることによってですね、会社自体が成長すると、まあ、いう戦略を取ったわけなんですね。ですから後ほど最後に出てきますけども、ポートフォリオ自体がですね、健全なる赤字部門という事業を作ったというところに、ちょっと他社と違うですね、戦略がありますのでですね、まあ、その辺のところを佐治敬三の、まあ、事業経営、まあ、いうことからですね、新たな提案をさせていただきたいというふうに考えているわけです。まあ、基礎知識としましてですね、創業家というのが鳥居信次郎という人がサントリーの前身である養子の寿屋という会社を作ったわけなんですけども、その子供がですね、3人いまして、長男が鳥居吉太郎ということで、これはまあ阪急のオーナーであった小林一三の娘さんと結婚しましてですね、それでまあこうつながっているわけなんですけども、この鳥居吉太郎は将来のといいますか後任の予定だったんですけども、若くして、30過ぎでですね亡くなっちゃったわけですね。で急遽得たのが佐治家に養子に出されてました佐治敬三が急遽2代目になったわけです。ですから本来は佐治敬三が後を継ぐ予定はなかったんです。それで三男が鳥居道夫ということで、だったわけなんですね。それでまあその三代目は、まあ、長男の家系ですね、まあ、長男の家系というのも先ほど申し上げましたように寿屋と阪急との家系ということになるわけですけども、まあ、その3代目が鳥居信一郎、4代目はまた今度佐治家に戻りまして佐治信忠ということで、現在の社長で、また最近上場しましたサントリー食品インターナショナル、サントリー食品 BF の、上場したところの社長は今度また本家に戻りまして、鳥居信広ということで、次の社長はですね、このまた本家の鳥居信広か、もしくは全く同族外の人をね、になるかということが、まあ、言われてる、注目を集めてるわけです。でこのやってみなはれということなんですけども、
これがサントリーがですね、また佐治敬三がビール事業を継続するための一つの経営理念といいますか、まあ家訓といいますか、まあ、こういう元になったわけですけども、これがまあ大阪の花というのが長門博之の主演でですね、1968年から大阪の道頓堀の中田でですね、公演されたわけですけども、大阪の 花というのは、まあ、あの先代の鳥居信次郎のことなんですけども、鳥居信次郎役に長門博之になっているわけですね。で、まあ、その中で、本当に言ったかどうかは分かんないんですけども、北条誠の脚本によりますと、まあ、セリフでですね、長門博之がセリフで言うところで、わてはこれまでウイスキーに命をかけてきた、あんたはビールにかけようと言うねんな、人生はとどのつまり賭けや、わしは何も言わん、やってみなはれ、ということがですね、台本で出てくるわけですね、お芝居の中にね、この言葉でこのやってみなはれという言葉が全国の中というか有名になったわけなんですね。で、まあ、どういう時に使われているかというとですね、1923年に本格的ウイスキーの開発ということで、当初はヒットしたのが赤玉ポートワインというものなんですけども、鳥居信次郎が開発したわけですけども、その後ですね、その赤玉ポートワインの利益をつぎ込んでですね、日本で初めてのウイスキー、まあ、イミテーションウイスキーはあったんですけどもね、日本で最初のウイスキーの、まあ、白札だと、まあ、当初はあまり売れなかったようなんですけども、これを開発した時に役員全部が、まあ、反対したわけですけども、その時に、鳥居信次郎が言ったというのが、やってみなはれ、やらな分かりまへんでということだったと言われています。それから1960年にビール事業への進出があったときに、この先ほどの信次郎から佐治敬三に言った言葉がですね、このやってみなはれという先ほどの言葉であるわけですね。それで、まあ、ビール事業をやりたいという佐治敬三のをやってみなはれという言葉で後押ししたと、まあ、いうことになるわけです。それからまあ間もなく鳥居信次郎は亡くなるわけなんですけどね。それから佐治敬三がですね、最初のサントリーウイスキーは、まあ、デンマーク製のデンマーク風のものだったんですけども、もう一つ売れなかったんですけども、それからサントリー純生というものを、ね、発売した時に、そうすると結構売れたんですけどね、それに元になるのがですね、宇宙工学、まあ、NASA の宇宙工学を使ったミクロフィルターというものなんですけども、そのミクロフィルターにでビールをこすことによってですね、生ビールと同じような風味の瓶ビールが作れると、まあ、いうことだったわけなんですね。これが、まあ、最初のまあ、やってみなはれということで、最初の純生を開発した時の言葉になっているわけです。でこれがサントリー寿屋の礎となった、まあ、赤玉ポートワインというね、まあ、今はポートワインという言葉はマドリッド協定で使えませんのでですね、スイートワインと名前を変えてますけども、当時は、まあ、赤玉ポートワインということで、いわゆる薬用酒ですね、薬になるお酒ということで薬用酒として、爆発的にヒットしたわけです。まあ、それをもとにサントリーの白札という、これはまあ今でもホワイトという形でありますけれども、で、まあ、これができたと。でこれはまあ日本初のヌードポスターということで、まあ、女優の松島由美子を使った、まあ、ヌードというのはこの辺りですね。これがまあ話題を呼んだわけです。でこれがまあ創業者の鳥居信次郎ですね。まあ、鳥居信次郎はまあこういうことで、まあ、薬師問屋
年に勤めてましてですね、赤田元保育園に使いで31歳で長男が死んでしまったというですね。でまあ戦争中、工場は焼けてしまったんですけども、まあ原酒の山崎の原酒だけが残ったわけですね。大阪の工場は焼けまして、焼けたんですけども、から事務所も 全焼したんですけども、山崎の原酒がそのまま残ったということで、これをもとにですね、戦後本格的にウイスキー作りに励んだわけです。でこれが2代目の佐治恵子ということで、跡継ぎじゃないということで、一旦佐治家に養子に出されるわけですけどね、母方のが佐治家ということなんですけども、この大阪帝国大学から技術屋さんですのでね、あまりこう人とこうコミュニケーションを取るよりは、研究してる方が好きというような当時はタイプだったわけです。後を継ぎまして、サントリーに社名を変更した後、ビールを発売するということなんですね。関西経済同友会の代表幹事ということで、その後いろいろこう、物議をかます、ですね、いろいろ発言なんかもあるんですけども、ちょうど1999年、2000年を間近にして、1999年の11月ですかね、去年80歳ということです。で役割分担としては、社長は対外的なものということで、代表機能トップセールス、それからチーフブレンダーとしてですね、技術的なものも社長が対応する、それと財界の活動ですね。で副社長の方はマーケティング宣伝班則管理ということで、副社長の鳥居道夫とですね、これが三男になるわけですけども、こう役割分担をしてたということです。で、チーフブレンダーとしての役割、それから宣伝マンでもありましたし、広告等でもあった、それからカリスマ経営者であった、それから財界のオピニオンリーダーであった、から文化人でもありました、それから同族系の総帥であったということですけども、そこで本題に入るわけですけど、なぜ、今までですね、ウイスキーでものすごく儲かるんですね、わざわざビールをやり出したかというと、その大きな原因はですね、ウイスキーが売れすぎてたということなんですね。ですから、私も大学出て、大学時代ですね、神戸のビアガーデンでサントリーの直営店のボーイをしてたわけですけどね、アルバイトで夏休み、それで、そこに来てた支配人がサントリーの人事部の出向の方で、その人の推薦状でですね、サントリーに入社したわけなんですけども、その時聞いてたのはですね、サントリー会にものすごくいい会社、給料は給料はもうどんどん上がってですね、またボーナスは10ヶ月分ぐらいかけて、5年経ったらもう課長だ、それから営業に行ったらですね、毎晩ですね芸者さん上げてね、論戦騒ぎしてくれると、逆に接待してくれるというようなことだったわけですね。で、そこで入ったわけですけども、入ったらえらい違いだったわけですね。当時の食料品業界はですね、3K と言われることで、キリン、キッコーマン、コトブキヤというこの3つの K を取った 3K がですね、いうのが、3K と言われて、これはどういう意味かというと、殿様商売をしている食品業界の3つの価値だということなんですね。従業員の頭が高いと、でもうなんか売り惜しみすると、もうモルトが、モルトなんてなくなりますから、もう原酒がなくなるんでね、もうこれ以上売れませんとかですね、
売り惜しみをするわけですね。いやもうちょっと売れて売ってもらわないと商売にならんがなということですけども、それでサントリーの営業マンを接待することによって商品を回してもらうと、まあ、いうようなことだったわけですね。それから、強気の商売ですから手形サイトが、まあ、短いわけです。初見というのは大体ね、手形サイトが長いわけですけども、本当にまあ手形サイトが短い。それからリベートも少ない。それからまあ、グルミン保証金ということで、問屋さんがですね、取引したうちの、まあ、一部をですね、メーカーの方に預けとくということですね。手引きしとくと。まあ、いう、それが保証金になるということですね、問屋さんに対するね。いうことで、まあ、例えば1000万の取引やったらですね、100万円をメーカーが、無条件で転売して預かっちゃうわけですね。まあそういうような殿様商売をやってたわけです。まあ業界の憎まれっ子であったわけですね。で、戦前ですね、父進次郎も、まあ、オラガビールということでね、まあ、オラガ大将ということで、田中首相という人もいたわけですけどね、それがオラガ大将という総理大臣だった人がいますけども、それにちなんでオラガビールを出しましたけども、数年で撤退してます。もう赤字でどうにもならんということですね。それから、酒造業界では大手であります、宝酒造、これも宝ビールというのを当時出してまして、これも赤字が続いてですね、撤退して、全部キリンビールに工場を売却してしまいまして、いうことなんですね。まあ、いうことで、なかなかビール事業というのはものにならなかった。もともとキリンビールというのは戦前からあるビールですし、それから札幌朝日というのは大日本ビールということで、あったわけですね。ですから戦前からもともとあったビール会社がそのまま3つだけ残ったと。まあ、分割して大日本ビールはまあ、東の札幌、西の旭川に分かれましたけどもね。まあ、いうことで、30% ずつの、キリン、旭川、札幌と、それからこう戦後スタートしてるわけですね。それでぐーっとこのどんどん差がついてきたわけです。で、まあ、臨台、酒税ということで、瓶が、瓶を作るのにお金かかりますんでですね、300円そこらで、売ってたらですね、この瓶代も出ないわけですね。瓶を作るのに非常にお金がかかるわけです。ですから瓶は今でいうもうリサイクルで、メーカーが共通の瓶を使ってましてですね、まあ、キリンだけちょっと出てたんですけども、同じ瓶を使ってそれを、まあ、回してたわけですね。洗浄して、洗瓶をして、また瓶を同じ瓶を使うという形で瓶を新たに、作るということをしないようにしてたわけですね。瓶代にかかるという、それから酒税というのが大体、まあ、半分近く4割ぐらい酒税がかかるわけですね。ですから、まあ、税金を飲んでるみたいなもんだと言われているのもそのあたりにありまして、まあまあ、いうことになりますので、ですね、その原価よりも中身よりも瓶代とか酒税の方が高いもんでですね、シェアが 10% 以下ではですね、必ず赤字になってしまうと、まあ、いうような事業であるわけなんです。まあ、今は缶ビールがね、あれしましたんで、ちょっと事情が変わっては、少し変わってきてるんですけどね、また缶ビールがスーパーとかそういうところで売れるようになりまして、瓶よりも缶が結構売れるようになったことが、またこのサントリーが事業を伸ばす要因でもなったわけなんですけども、まあ、その当時は缶というのはありませんのでね、全部瓶であるいうことなんですね。ですから瓶というのもラベルを貼るとね、こう瓶が共通ですので、ね、どこの瓶か分からなくなるわけですね。そこで、まあ、キリンビールのですね、工場の近くの酒屋さんもですね、
まあキリンビールの行員さんが終わったらガーッと来てですね、どんどんこう立ち飲みで、ビールをどんどん飲んでいくわけですよね。そこで、まあ、キリンビールを出しとったらいいんですけども、キリンビールはリベートが少ないですからね。で、サイトも短いということで儲かんないんでですね、できるだけ儲かるような朝日とか宝とかですね、そういったところのビールを売ろうとするわけですね。でそのためにはどうするかというと、クーラーボックスの中にね、たくさんドーンとね、ビールを冷やしておきます。そうすると、ラベルがその通りどんどんどん離れちゃうわけです。それでそうするともう、どこのビールか分かんないわけですね。瓶は一緒ですからね、型に書いてるあれもいろんな会社のあれに書いてますから、いうことで、それでポン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 開けてね、出してると、まあ、いう形で、キリンビールの工場の近くの方がですね、朝日や宝ビールがよく売れてたと、まあ、いうようなことで、あったわけです。で、まあ今でもそうなんですけども、専売制ということで、特約店専売制で、キリンビールの特約店はキリンビールしか扱わないわけですね。札幌は札幌、朝日は朝日ということになりますので、新規参入は非常に困難になるわけですね。いうことで、まあ、新しく参入しても流通網がないわけです。まあ、サントリーの場合は朝日の矢野為三郎という人が、その当時の社長がうちの問屋貸してやるかということで、朝日の問屋に下ろしたと、まあ、いうことになるわけです。まあ、大企業の河川ですから、容量とか価格も全部同じです。そうですね。代金は308円とかですね、633ミリリットル。まあ、いうことで全部決められてるわけですね。いう形で、値段も全部、容量も決められてると。まあ、いうことになってたわけです。それから、会社用は、財閥系が自分のところはどこの系列に入っているかでこう決まるわけですね。キリンビールは三菱系の会社ですから、三菱系の会社がビールを飲む、例えば宴会する社員が飲む場合は全部キリンビールということなんですね。まあ、いうことで、まあ、朝日の場合ですと住友ということですから、住友系の会社は朝日ビールと、まあ、札幌は、まあ、三井系ですね。まあ、いうことで、その会社がによって、そこの宴会のビールも決まってたということです。で、キャバレーの場合は、まあ、業務用と言われている、当時は、まあ、キャバレーが一番ビールが出たわけですね。これも、お金を使って、置いてもらうという形で、まあ、キャバレーの場合はキリンは、ほとんどあまりなかったわけでして、朝日札幌がお金を使ってキャバレーを開拓してたわけです。で、まあ、当時ビールをやりだした頃はですね、ボンボンの道楽だとか、まあ、こういうふうに、まあ、言われてたわけですね。それから、まあ、酒屋さんに行ってもですね、豚屋さんに行っても、トリス臭いとかウイスキー臭いとか薬臭い、水っぽい、しゃぶしゃぶだと、このビールは女子供の飲み物だと、まあ、いうことで、まあ、この上にですね、言われてたわけです。私も最初ずっとですね、ビールの営業部でしたんでね、まあ、こういうふうに悪口を言われてたわけです。で、社長はですね、まあ、その当時、まあ、技術系だったんですけどね、ビールをやりだしたらもうゴロッと変わったわけです。まあ、ありとあらゆる買い物に顔を出して、好きさえあればコマーシャルソングを歌い、バーでサントリービールを飲んでる人を見かけると寄っていって再経営した。新鮮の御曹司、名門の紳士もあったもんではないということで、まあ、開口見が写真に書いてるわけですけども、いうぐらいですね、もう新地のクラブとか赤坂銀座そういったところで飲むんじゃなくてですね、もう汚いですね、もう屋台でも、屋台の焼き鳥屋でもビールを置いてるところに、
行くわけですね。そこで、そこでビールを飲み、自分のところのビールを飲み、飲んでる人に、まあ、再敬礼して、サントリーよろしくということで、入ってくると、まあ、いうような営業をもやってたわけですね。いわゆる殿様商売から前田商法へ、180度ビールをやり出してから変わったわけです。ですからこれで、まあ、新選組というね、舞台を結成しましてですね、まあ、昼間は背広姿の妊婦、夜は背広姿の下足番ということで、まあ飲食店の下足番なんかをやるわけですね。それから王冠サービスということで、お客さんにですねビールを出してもらうためにですね、従業員の方のに対する対策としてビールを抜いて、王冠を集めてたらですね、その当時のお金で1個2円検討で、何か景品をですね、商品を出すと、まあ、いうようなことだったわけです。ちょっと時間があれしてますんでですね、で、まあ、黒田事件というね、事件が起こるわけですね。それから、まあ、なぜやったのかというところをちょっとここだけしますと、このままでは会社の将来が心配です。社員に活を入れて社内の空気をピンと緊張させるためにも、密かに温めてたビール事業にあえて挑戦しようと決意したのであります。まあ、いうことがになるわけです。今どんどんあれします。中国でのビール事業、それから企業分割問題ということで、もしサントリーという企業を分割しようとするなら、まず私の体を2つに割いていただきたいということで国会発言、それから有名な熊曽発言ですね。まあ、いうことなんですけども、これもいろんなその間ですね、事件もありましたけれども、これが全部エネルギーになっていると。それから利益三部主義ということで、まあ、どうぞ、まあ、創業家はこういう、まあ、寿不動産という創業家の会社を通じてサントリーホールディングスの株のほとんどが占められていると、まあ、いうことになるんですね。で、まあ、サントリーの市場、飲料水の市場、それから、まあ、最後にですね、まあ、事業のポートフォリオとして、寿屋の場合は不健全なる赤字黒字部門として赤玉ポートワインということだったわけなんですけども、これを、まあ、ビールをやりだしたんですけども、結局、まあ、断念した、撤退したということで、ウイスキーをこれを将来の、中核事業になったということなんですけども、まあ、最後にですね、まあ、サントリーの場合はですね、佐治敬三の戦略は、まあ、慢性赤字健全ということで、このビールが健全なる赤字部門と、で、不健全なる赤字部門、これはもう撤退するのですね。これは、まあ、医薬品、これも相当投資しました、ですけども、これはもう撤退しています。それから不健全なる黒字部門、養子部門ですね、その時はもう儲かってるんです。ただし、もう将来はですね、輸入養子が出てきてですね、もう養子も今のように儲からなくなるだろうということで、まあ縮小するわけですね。一番儲け頭だったんですけども、まあ実際に今そうなってますね。まあ、サントリーオールドなんか一時は、1億ケース以上売れてた時期もあったんですけどね、今はもう惨憺たるものになるわけです。それで、将来の核となったのが、今ドル箱になったのが清涼飲料ということで、これが健全なる黒字部門に育てようということで、このビール部門というのはですね、健全な赤字部門として、まあ、位置づけ